皆さんどうも、靴ひもです。前回も負けてしまったんで裏でやっときました。653ポイントで現在21連勝です。22戦目からやっていきます。どうも記録が更新できないんだよな。もうあれだな、年越しになんか勝負ごとに勝てるなんとか天満宮に行ってこようかな。バトルタワーで100連勝できますようにって。やばすぎるマジで。まさか2024年までこの企画を引きずることになるとは思わなかったぜ。もうこうなったらもう意地でも成し遂げるまでやめねえからな俺は。おう、なんかたまにコメントで来るんですよね。なんかバトルフロンティアの他の施設をやってくださいみたいな。おっと、しかも外してしまって、ゆっくーでも相手の鬼火も外れたから許してやるよ。他のバトルフロンティアやってくださいみたいなの来るんですけど、まずその前にこれバトルタワーこのメンツで100連勝しないと終われねえよ。これ視聴者様との約束ですからね。メタグロス、リザードン、ゲンガの3体で100連勝成し遂げると。実心。あ、早い。エレーブの上を取っていく。カウンターとかじゃないだろうな。あ、デンジャー。ただこれ、グロスしびれるとちょっと置物になりがち。実心。10万ボルトを食らってしまっていく。動けよ、メタグロス。頼むぞ。くそ、なんでこうなるの。あ、これ温存、いや、でも、エレブの10万ボルトをゲンガーで受けるのはさすがに痛いな。ゲンガー。エレブ、おい。あれ、相手の特性なんだっけ？静電気で合ってる？蓄電じゃないよね。なんか怖いからギガドレーン打っとくか。ギガドレーン。エレブムカつくな、マジ。尻尾振り回すぞ、マジで。ギュッ掴んでもぐるぐるバコーンしてやるぞ、マジで。やばい。アーマルドやばいよ。先制の爪、岩なだれ、怖いな。道連れ連打安定かな。あ、守ってきやがるな。PP がこれなくなるの怖いよ。虫岩だよな。いつずれ岩なだれ打ってこいよな。あ、原始の力 OK。 道ずれ連打でいつずれ、よーし来いよ。あ、ツバメ返しがゲンガーを襲う。デンジャーっていう技の技仕様えぐいな、マジで。素早さ4分の1プラス25% の確率で動けないって。やばいよな。強力すぎる、マジで。しかも、デンジャーの命中 100% なのずるいよな。せめて、鬼火の命中率と同じにしてほしいわ。ストライク、バッターアウト来た、これ、おい。ちょっと、リザードン変えとくか。メタグロスを温存するのがね、大事だと思うんですよ。貴重な物理アタッカーなので、ハピナスやツボツボが出てきたときに、彼を温存しておくと、まあいいよねっていう。銀色の風。少しレアな技が見られましたね。オーバーヒート。当たる。はい。てか、虫ってさ、冬になると、その冬眠する一部の虫以外は死滅するじゃないですか。氷タイプの技を効果抜群にするべきだと思うわ。おっと、ヘラクロス来た。当てろ。よーし。これ外してたら岩石封じで返り討ちだよ。
マイドラスイッチは？あ、ピクシー。ピクシー手強いからね。オーバーヒート。特攻が2段階下がっているのが懸念点ですね。あー、さすがに小さなダメージ。影分身。これが厄介なのよ。これが厄介なの。食べ残しか。ってことは眠ら覚えて、あ、今毒毒打とうと思ったら連打したことになっちゃったよ。技選択ミスっていうか、なんかもう不具合。え？出たー。毒毒打とうと思ったのに。うわ、お前これラッキーすぎるだろ、さすがに。なんでそうなるねん。ちょっとここグロスに変えよう。やばいやばい。グロス。ここでまた指を振る。オーバーヒートとか出すなよ。オーバーヒートとか打つなよ。え、プレゼント？おー。プレゼントは確か低確率、ん？高確率で、大ダメージを与えて、低確率で相手の HP を回復させると、そんな技だったっけな。金銀時代に氷の抜け道で低確率でデリバードが出てきて、そいつが使ってきたわ、確か。自信。シングルのこの指止まり意味ねー。え、この指止まれを使ってるとさ、回避率アップってもしかして無効化される？知らんけど。うん。さあ、3人目ですね。ちょっと時間かかってんな。わずか25戦目にして、経過時間的にはもう7分ですからね。手こずってる。あとケンタロス。相手が自信を覚えてるとダメージレースで負けるので、ゲンガーに変えていく。ケンタロス大文字で打ってくるのかな。あ、威張る。そう来るか。ラムの実で回復しますが、またイバルを打たれるとちょっと厄介ですね。ここは自信を打ってほしかったな。10万ボルト。おい、イエローゾーンに入る。威張られてしまう。でも玄外に対する打点がね、岩なだれだったりするんですよね。だから軽率にリザードンには変えられません。ジュモルド。うわ、え、しかもこんなに、こんなに食らうの。次ギガドレイン圏内ですね。回復したいのでギガドレインを打っていきます。動けよ。だから、威張るしかないのか。でもリザードンに変えて威張る食らうのも痛いな。グロ、ゲンガーそろそろ回復するんじゃないのか。頼むよ。よーし、回復はしてないがギガドリンで体力を回復していく。混乱は回復してないよ。いやー、ケンタロスめんどいな。当てた。このターン回復するよね、さすがに。じゃあ道連れ。え、まだ混乱してんの？いや、危ない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 。ここでお前、わけもわからず自分を攻撃して相手の技で滅びてたらマジやばかったぞ。リザードンとメタグロス、どっちもヤドキング超苦手ポケモンだろうな。危ない危ない。マジで危ない。はい、メタグロス。マジで危ないよな。ヤドキングとかヤドランとか、あの面で地味に強いからな。こらえる。オーバーヒート来いよ。オーバーヒート来いよ。火炎放射は、やけどリスクがあるから嫌だよ。
やけどになるな、やけどになるな。おっと、普通に耐えた。やけどにはなりませんでしたね。さあ、ここでカメラの目を発動して素早さが逆転しました。滅びろ。対戦ありがとうございました。さあ次4人目ですね。さあダイスクラブのリョウさん、あ、出た、ハピナス当てろよ。よし、影分身とか積まれる前にもう迅速に処理したいですね。いいダメージが入る。さあ積まれていくが、地震で倒せるか怪しい。もう一発あると当てろ。外してしまう。卵海で回復されてしまう。コメットパンチがまた外してしまう。グロスに対する打点が気になるが、地球投げとか覚えてるかもしれないよ。うわあ、影分身がどんどん積まれて、これだから嫌なんだよ。ハビナスはコメットパンチ、よし当たる。攻撃1段階上がってくんねえかな。2割の確率引いて。おっと、危ない。相手歌を覚えてるぞこいつ。地震、あー外してしまう。卵産み、コメットパンチ、はい当たる。イタチごっこですね。おっと、ここで攻撃がアップ。歌われてしまう。相手次あれだな。あの、卵ゴミを使ってくるな。さっさと起きろよ、地震。卵を産みで体力を回復していく。己の腹の卵を自分で食っていく。お前、ラッキーの母親になるんじゃなかったのか、それ孵化させて。こいつ、養分に仕上がった。コメットパンチ。グーグー眠っている。おっと、また卵を産み。攻撃が1段階上がってるから、ひょっとしたら一撃で落とせるかも。おっと、まだ寝てるよ。あと、さらに影分身を積まれてしまう。米、あ、いつまで寝てんだお前、授業中の俺か。米、よし、起きて。はい当たる。おい、一撃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 、ああ、ギリ台仕上がる。自信にしよう。命中率が少しでも高い自信を打ち込むも当たらない。うぜー、これ自信圏内ですね、これね。当たらないし、くっそー、ちょっとこれグロスの PP も危うくなってきたな。コメットパンチが当たらない。タブをかわしていく。オンチ、コメットパンチが当たらない。歌うは外しなないね。地震、卵見えない。グロスにもしかしてあれか、あ、攻撃技ない、毒毒覚えてんのかこいつ、そういうことだな。地震、うわ、歌うの命中率低すぎ。地震当たらなさすぎ。また歌うも歌ってんじゃねえぞな。めんどくさい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 。地震、眠ってる間 PP が減らないのがせめてもの救いですわ。
お、起きた、OK？ 当たらない。やっぱそうだ、どこどこ覚えてるこいつ。地震、はい、当たる。地震がハピナスを襲う。半分は入るはず。歌うをかわして、命中率が少しでも高い。地震を打ち込んで当たる。やっとだ。ハピナスっていう技マジで出禁にしてくれ。バトルタワー、これラティアス、ラティオスのこの心の雫持ちレベルに厄介だからな。知らんけど、こらえる。オーバーヒート来いよな。守る、いや2連こらえるはリスキーだ。リザードに変える。オーバーヒート来いよ、受けてやるよ。火炎放射がリザードンを襲うが効果は今一つだよ。まずまずのダメージか。地震、守る、うざいな。地震、2連守るが失敗に終わる。いいダメージが入る。地震、お前守ってばかりだな。何、食べ残し持ってないのに守ってどうするんだ。地震、おい、守ってばかりのギャロップ、おい。ギャロップって名前ちょっとかわいいな。あ、出た、こいつやばいんだよ。あと俺手持ち、あとフルで2体いるので毒を入れておきましょう。毒毒、はい、当たる。よし、影分身積んでくるからね、ミルタンクも。カウンターを効かないよ。ただこれ相手熱い脂肪なんですよね、見ての通り。見ての通り熱い脂肪なので、オーバーヒートがあまり入らないよ。焼き豚にはできないよ、焼き豚には。まあ言うてまあまあ入ったな。から元気、これやばいな。オーバーヒート、おい、ジュッ、お、強っ、強いな。りょうさん対戦ありがとうございました。ミルタンクマジ強い。自分が使うとなんかそうでもないけど、相手が使うとやたら強く感じる。バカネしかり、大好きクラブのりょうしかり、アロマネースのルリカさんが勝負してくれてきた。打つボットではなく打つドンですね。ここはコメントパンチでいいでしょう。しかし外してしまう。眠りごな。焦る気持ちを抑えて、メトグラスが起きるまで少々お待ちください。打つドンはさすがにグロスに対する、おっと、グロスに対する有効打がなくとも守りを固めてきましたね。葉っぱカッターは急所に当たりやすいよ。コメットパンチ、グーグー眠っているし、ウツドンの葉っぱカッター技似合いすぎ。カメックスのハイドラポンプ並みに似合うな。技エフェクトいいよな、葉っぱカッターな。そこさあ、やっと起きた。コメットパンチを当てていく。だがリフレフタで威力は半分だよ。またしても葉っぱカッター、リフレフタ効果が切れた。コメットパンチ当てる。おい、よし、ウツドンってトウモロコシに似てるよな。ベイリーフ、コメットパンチ外しすぎよお前なあ。コメットパンチ当てていく。まだこの連勝数だと進化前ポケモンがたびたび出てきますね。さあ攻撃が上がる。草笛、ちょっと攻撃が上がっているので半減の地震でも落ちるでしょう。はい、 OK。
ラスイチ、ジュプトル、ジュカインではなくジュプトル、コメントパンチ、ブレイククロー、俺もブレイクして、ジュフシ、ジュプトルを一撃で倒していく。ルリカ3体採用した。ルリカ進化させてこいよポケモン。昔2チャンネルだっけな、なんか B ボタン同盟っていうのがあってさ、進化前ポケモンをなんかめでたい人たちがいたんですよ。めでたいっていうのはあのめでるっていう動詞のあのあれね、おめでたいではないよ。 B ボタン同盟とか言って、なんかね、種ポケモンや一進化ポケモンで なんか旅する人たちがいたんだよな。俺その人の気持ちが全くわからんくて。おーっと、草笛デリザードを眠らされてしまう。最終進化がかっけえじゃん大体。オーバーヒート。進化前ポケモンの方がかっこいいやつって誰がおる？かっこいいやつ、仕掛かられていく。オーバーヒート OK。 まあある意味マグマラシとバグフンはちょっとマグマラシのそのビジュアルが個人的にマジスコだったっていうのはある。まあ余裕で進化させたけど、でも金色の色違い恋キングはオーバーヒート。なんか赤いギャラドスよりも、まあ、よりもっていうか、なんか金色の恋キングはそれはそれで置いときたいよな。あとなんか進化前がいいってやついるかな。出た沼黒。まさか沼黒お前、いや俺だろうみたいな感じで出てきたのか。ラグラージじゃなくて俺の方がビジュアルいいだろう、今俺の話してるみたいな。お前じゃねえよ。ギガドレイン、あ、守る。少しでも長く映像に映っていたがりな沼黒、おい、まあ、さっさと画面から消えろ。音に、ね、固執してきますね。少しでも自分が出ている尺を伸ばしてんだろうなこいつ。ギガドレイン、だったらお前この技耐えてみろよな。あお前の進化系のラグラージですら耐えられないからな。はい、まあ、沼黒はでもちょっとキャラが立ってるっていうか人気ですよね。3D 化されてネタにされたポケモン一覧の中に沼黒の姿がさっき YouTube の中であってさ、そういう動画がなんか虚無って書かれてたわ。沼黒の 3Dイラストはマジで表情が虚無って。あ、ルンパッパ、いやー、ゲンガーに変えるかグロスでこのまま引くか。ただねこれね、グロゲン、あのね、影分身積んでくるやからがいるんですよね。いや、でもちょっとここはさすがに初手バカはもったいない。ゲンガ。相手の型がわからないしな。うわ、炎のパンチ。特殊アタック。これ波乗り次食らったらやられちゃいますね。いや、ギガドレインで確定数ずらす？でも相手、食べ残し持ってるんじゃないか、これ。道連れ。シンプルイズザベスト。波乗り来いよ。波乗り来た。まあ 2-2 ですが、はっきり言ってゲンガよりグロスの方が対面性能が高いので、まあ、グロスを温存することに成功したと取れば今の立ち回りは悪くないのでは。ケンタロスか。さっきケンタロスグロスに対してあれだよな、イバル使ってきたよな。コメットパンチ、あ、俺の方が早いの？
え、カウンターとかもしかして打ってくるかな。あ、地震。俺の方が早いんだよね。え、これさ、地震で次落ちるかな。え、落ちるよね、これさすがに。地震落ちるよね。ダメージ。はい、あー危ねー。これ耐えられて返り討ちになってたらやばかったよ。ビクシオ、またお前か。影分身に積まれると嫌なので爆発。光の粉じゃないだろうなお前な。はい、オッケー。いや、早26分もかかっちゃいましたね。バトルタワーマジ苦行だな。まあでも勝てた後のこの気持ちよさはやっぱピカイチだわ。苦しいからこそ解放された時のこの快感。はい、28連勝。ご視聴ありがとうございました。